SNK 株式会社 SNKSNK コーポレーションは1970年代から2001年にかけてゲーム機やゲームソフトの企画、開発、販売、及びアミューズメント施設の経営などの事業を行ってい日本のゲームメーカー。ループレバーや業務用筐体と家庭用ゲーム機に共通フォーマットを採用し、 自社の業務用ゲームをそのまま家庭でも遊戯できるゲームシステムネオジオの発売元として知られる。経営破綻後、旧社の知的財産権は2001年に株式会社プレイモアへ移動した。プレイモアは2003年に SNK プレイモアへ社名変更した後、2016年には旧社と同じ SNK 新社へ再度の社名さらを行った。大阪で。 喫茶店と土木建設業を経営していた1944年、大河、神戸にあった知人が経営していた電気会社について資金提供の相談を受けたことをきっかけにこの会社を自ら買収。1973年に新日本企画として創業。1978年7月22日に組織改編を行い、株式会社新日本企画を設立する。 同社にアクションゲームや対戦格闘ゲームが多いのは元プロボクサーであった創業者の影響だと言われている。創業当時のアーケードゲーム誌に残る有名なゲームは主に以下の通り、ブロック崩しのコピーゲームでデビューし、その後スペースインベーダーのライセンス生産をきっかけに対等の関係を構築、当初はこれを基盤にアーケード業界で活動をしていた。 1980年頃から同社の愛称として新日本規格のローマ字表記、新日本規格から頭文字を取って SNK、SNK SN とした。英字のコピーライト表記も SNK こうとなっていた。1986年に愛称である SNK に社名変更することになったが、登記上は SNK とせざるを得なかった。これは当時の法務省が アルファベットによる称号登録を認めなかったため出る。そのため正式社名は株式会社 SNK となる。ちなみに、このような同じ経緯をたどったゲーム会社には ADK、旧社名、アルファ電子や NMK、旧社名、日本マイコン発など違う業種の会社には TDK、旧名、東京電気化学工業や RKB 毎日放送、旧社名、 r k b 毎日放送、K d d 旧社名、国際電信電話、現社名、KDDI などがある。当初、SNK が発売するゲームについては、シューティングゲーム、ロールプレイングゲーム、そして対戦格闘ゲームなどバリエーションがあったが、1990年に自社の新プラットフォームとしてネオジオを投入、1991年に発売した対戦型格闘ゲーム、 画廊伝説が大ヒット。これが同社の転機となり、同作はシリーズ化もされた。これを機に徐々に対戦格闘ゲーム編長のラインナップとなり、対戦格闘の黄金期であった1990年代には、サムライスピリッツ、ウ子の拳、ザ・キング・オブ・ファイターズ等の自社人格闘ゲームを続々とシリーズ化し、 同様に対戦格闘ゲームのヒットで規模を拡大した、同じく、大阪本拠の大手、メーカーカップコンをしのぐほどの成長を見せた。これに合わせて、直営ゲームセンター、ネオジオランド他直営アミューズメントパーク、ネオジオワールドを展開するなど業種を拡大していく。SNK 前世紀のエ会期、大阪府吹田市周辺は、本社や、開発者屋や、ネオジオランドや看板、 広告類が立ち並ぶなど、SNK の本拠地として、ちょっとした企業浄化町的雰囲気さえ漂う街並みと化したほどで、そのようなエ坂の街の雰囲気は、ゲーム作品中でもステージ背景のモチーフとして用いられていた。余談ではあるが、そのステージの BGM タイトルはエ坂である。また、コンビニやゲームショップ等にネオジオ筐体を設置して、 電気代を負担をすれば、インカム、収入の一部を支払うという店側にとって、工場件での契約を提示したために、全国で爆発的に普及。そのために前世紀は、至るところで、ネオジオ筐体が見られた。SNK の主戦力となった同社の対戦格闘ゲームであるが、各作品ともシリーズを減るごとに操作システムのマニアックで複雑な進化を遂げていく一方で、 美形と女性キャラクターなど一部の人気キャラのキャラクター性を全面に打ち出した販売戦略などが顕著になり、それぞれの作品の CD ドラマやテレビアニメ制作でメディア展開も繰り広げられた。この対戦格闘ゲームのブームによる驚異的な売り上げによってもたらされた潤沢な資金は SNK をさらに強気にさせることになり、 1994年には家庭用ネオジオの CD ロム機バージョン出るネオジオ CD。1997年末には MVS 業務用ネオジオ後継のハイパーネオジオ64を発売。1998年には同社初の携帯型ゲーム機ネオジオポケットをそのわずか5ヶ月後にはネオジオポケットカラーを発売した。1999年にも東京。 お台場のパレットタウンにネオジオワールド東京ベイサイド、後の東京レジャーランドパレットタウン店を開園、観覧車やジェットコースターなど、当時の技術の域をった最新アトラクションを完備しており、オープン時には同じく台場に本社を建設した富士テレビを要する富士山系グループとの大規模な大アップが組まれ、各種メディアでたびたび特集された。一方で、 1990年代も終盤に差し掛かると SNK が得意とする 2D 対戦格闘ゲームのブームは終焉を迎えておりネオジオ CD やハイパーネオジオ六十四64もヒットには至らなかった。合わせて当初は好調だったネオジオポケットが後発のゲームボーイカラーに対して劣勢になり始め開演したばかりのネオジオワールド東京オベイサイドが同時期にジュニューアルオープンした。 横浜コスモワールドに話題を奪われるなど、事業拡大一辺倒であった SNK の経営に、次第に、陰りが見え始めた。結局のところ、この遊園地事業は、莫大な赤字を出し、SNK の経営体力を浪費させただけであった。また、1999年には、数多くの SNK 作品を紹介し、 攻略記事を掲載してきた軽度ゲーム専門雑誌ゲームエストが出版元である申請者の倒産により廃刊となったのも痛手となった。2000年に入ると複雑化しすぎた対戦格闘ゲームはそこの見えない低迷期となっていた。しかし SNK 自体が前世紀の成功ノウハウに頼って対戦格闘ゲームに傾注しすぎ、 それに開発リソースの大半を特化させていたため急な方針転換が叶わず、加えて先日した多角化経営が災いし、経営状態が悪化。特に家庭用ゲーム機の失敗とネオジオワールドの不調が及ぼした影響は取り返しのつかない状態になっていた。プレイステーションやドリームキャストにも、ラナ、アウェイクニングフロムザオーディナリーライフ、クーデルカ、クールクールトーンと、 アドベンチャーゲームやリズムゲームをリリースしたものの、どれも大ヒットには結びつかず状況は改善しなかった。パチスロメーカーのアルゼ、現ユニバーサルエンターテインメントの子会社となり、資本注入を受けて一度は急場をしのいだものの、その後も経営環境の悪化に歯止めがかからず、アルゼ主導による経営再建も SNK とアルゼの足並みの不一致もあって、 従業員が混乱に陥る状態になり、結果として不調のまま暗証に乗り上げてしまう。同時期には、ネオジオ専門誌として SNK の話題を専門的に取り上げる雑誌であった、芸文社のネオジオフリークが2000年12月号をもって休館したほか、本社を東京都江東区有明へ移転し、従業員を約700名削減した。2001年4月2日、SNK は、 大阪地裁に民事再生法の適用を申請。申請は受理され、一旦は再生手続きが進められることになり、本社も大阪府水田市へ戻ったものの、その後も代償様々なトラブルが表面化し、結局は再生計画を期限までに提出できず、同年10月30日に大阪地裁から破産宣告を受け倒産した。不債総額は、 約380億円。1990年代中期から2000年代初頭にかけての国内ゲームメーカーの大型倒産の例としては SNK の他にも1998年のコンパイルや1999年のデータイーストなど挙げられるが SNK はその中でも桁外れに最大級の経営破綻で単純な金額で見ても1998年のコンパイルの割り、 七十五億円と比較して、約五倍、二千三年のデジキューブの破産、九十五億円と比較しても約四倍、二千十年代以降の例と、比較しても二千十四年のインデックスの破産、民事再生法申請時点で二百四十六億二百万円をもしの具規模であった。倒産後、s n k 関係の権利は、競売にかけられ、かつての系列会社であった、プレイモア社、 後 SNK プレイモア2代目 SNK が落札した。現在も同社から SNK の一部作品の続編が発表されている。なお、江坂駅近辺にあったネオジオランドは SNK 倒産後も3店舗が営業を続けたが、SNK プレイモアの業務見直しに伴い2005年までに全て閉鎖された。後地は ほとんどが解体されて駐車場になっているが、餌下2号店の跡地、ビルだけは残されており、テナント等が入店している。SNK プレイモアは、旧社と同じ水田市内に本社を置いて、業務を遂行しており、2016年には、旧社と同じ、株式会社、SNK へ社名を変更した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。